俺たち鷹は、木の葉を潰す。やるのは上層部だ。それ以外は、基本的に対象としない。と言っても、具体的にどう狙っていく？そう簡単にはいきませんよ。貴様先輩。僕たちをあまり舐めない方がいい。あなたたち鷹とやらだけでは戦力不足ですね。やめろ、水月。今度は本気で。こいつを腕だけで。サスケ、しつけがなっていないぞ。わかった。やりたきゃ勝手にやれ、水月。我々の利害は一致する。これより鷹は暁と行動を共にしてもらう。暁も戦力不足だ。今は無駄な小競り合いは避けたい。その話に俺たちが乗る見返りは？美獣をやる。美獣？チャクラの化け物だ。もともとは初代ホカゲがいくつか集めてコントロール下に置いたものだ。究極のチャクラ兵器と言ってもいい。ただし暁を裏切ればちゃんと死んでもらう。俺たちと鷹で残り3匹を手分けして狩る。それが我々の当面の目的だ。この世に美獣は9匹います。今は6匹まで暁が集めてますから、あと3匹。鷹は8尾を狩れ。残りは暁が狩る。なるともな。